はい、皆さんこんにちは。今回のチャレンジマラソンのイランのコーディネーターアリアリプールと申します。これから簡単にイランについてお話ししたいと思います。イランという国がまずがですね、アジアの西側に位置しています。面積が164万8000キロ平米になります。日本の 4.5 倍に当たると思います。世界で第17番目な大きな国です。人口が約7500万人ぐらいになります。イランという国が歴史があって文明があって古い国と思います。皆さんぜひイランの方に来てもらいたいと思っております。なぜかいうとイランには見るところたくさんあります。自然な場所もたくさんあるし、美しい遺跡もたくさんあります。イランの文明が紀元前3000年頃から始めているんです。イランの歴史も紀元前700年から始めている。そしてイスラム教前にがゾラスタ教という宗教もイランからだったと思います。そして7世紀頃からイスラム教イランの方に入りました。私たちが今チャレンジマラソンのメンバーと滞在している町がタブリーズという町です。イランの北西の方に位置しています。大きさとしてが第4番目な大きな町に入ります。人口が150万人から160万人ぐらいです。このタブリーズの国内の市内にも世界遺産に登録した場所1箇所あります。昨日私と会長さんたちをそちらをですね見学しました。タブリーズの大きいバザーと言われております。グランドバザーですよ。もう今年が、去年ごめんなさい、世界遺産に入りました。あとはですね、イランにがこの以上のですね、また世界遺産に入っている場所は、12カ所ぐらいあります。私たちが今いるところが東アゼルバイジャン州、あとここのすぐそばに西アゼルバイジャン州もございます。あと西アゼルバイジャン州に2つの世界遺産に入った遺跡があります。1つがタクテ・ソレマン、もう大体5世紀頃の遺跡です。もう1つがガラケリサ教会、キリスト教の教会です。紀元後45年頃にできたところです。そちらもイランで世界遺産に登録している場所の1箇所です。イランが安全な国です。皆さんぜひ来てもらいたいと思います。それが私言うじゃなくて、もう今回の羽鳥海さんからも聞いてもいいし、カンペさんに聞いてもいいし、渡辺健さんからも聞いてもいいし、イランに来てる方々から来てください。これが簡単にイランの話だったと思います。ありがとうございます。